ドクターの名前は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、風の第7シリーズが異13話にして、同シーズンの最終話。BBC1 で2013年5月18日に、初放送された。脚本は、スティーブン・モファット、監督は、サウル・メッツ・スタインが担当した。イギリス国内の視聴者数は745万人で、批評家も、肯定的なレビューをした。 本作では、グレート・インテリジェンスと呼ばれる存在が、ビクトリア町の探偵マダム・バーストラと、妻・ジェニー・フリントと、事ストラックス・オラチ氏、彼らの友人である11代目ドクターに、惑星トレンザ・ロアへ来る、よう強制する。トレンザ・ロアには、ドクターの未来の墓地があり、グレート・インテリジェンスはドクターを捉えて、扉を開かせ、ドクターのタイムラインに侵入して、 ドクターのすべての勝利を敗北へ変えることであった。ドクターの名前の前日端であるミニエピソード C セット、HE セットは2013年5月11日に BBC レッドボタンとオンライン上で公開され、視聴者はドクターの名前が2013年5月18日に放送されるまでは朝7時40分から深夜12時まで BBC レッドボタンで視聴可能であった。 ミニエピソード中では11代目ドクターとクララが互いをほとんど知らないことに触れ互いの秘密をトレンザロアで知ったことを独白する二つ目のミニエピソードクラレンスザ・ウィスパーメンは投獄されたビクトリア町の連続殺人犯クラレンスがウィスパーメンと遭遇し長い余生と引き換えに時空間座標を植え付けられるという内容であるさらに ストラックスフィールドリポーツというミニエピソードも3本公開された。1本目ザネームオブザドク t h では、ドクターの秘密と関連するソンターラン族の戦いが起こると、ストラックスが主張し、ソンターランの作戦名が、ザネームオブザドク t h であると告げる。2本目エ l o r i o u s Days Almost Upon では、ストラックスが g ロリアスデイを語り、3本目ザドクターズグレイ s Greatest では、 ドクターの名前のクリフハンガーでもある戦士の姿をしたドクターの存在が取り上げられる。3本目のフィールドレポートのみ、ドクターの名前の放送後に公開された。グレートインテリジェンスやクララがドクターに干渉するシーンでは、先代ドクターの映像が使用された。具体的には、初代ドクター、2代目ドクターと3代目ドクター、4代目ドクター、5代目ドクター、 7代目ドクターの映像が登場した。6代目ドクターが廊下でクララの横を通り過ぎるシーンには代役が起用された。またタイムラインでは初代、8代目、9代目、10代目ドクターがクララの横を走り抜ける様も確認できる。冒頭のシーンではドクターの孫娘スーザン・フォアマンが再登場し、第3シリーズ、鳴り響くドラムで、 風景が言及され2010年新春スペシャル、字の終わりで滅びた様が描写されたがリフレイも登場した。グレート・インテリジェンスは、ドクターの過去が血塗られていると述べ、シコラックスのリーダーやソロモン、ダーレク、サイバーマンに触れた。また、グレート・インテリジェンスはドクターが、人生の終わりを迎える前にバリアードと化すことを、把握していた。 バリヤードは1986年のザ・トライアル・オブ・エイタイム・ロードに登場した12代目ドクターから最後のドクターとの間に位置するドクターの暗黒面の融合体と説明されている。本作でダーレク収容所とスノーメンから始まった様々な時代に別人として存在するクララの謎を解くストーリーアークは完結する。また、ジョン・ハートはドクター・ゼンヤと ドクターの日に先駆けて、本作のクライマックスにて、ウォードクター役で初出演を果たした。これら50周年記念スペシャルでは8代目ドクターが、ウォードクターへ再生する様子、そして、ウォードクターが9代目ドクターへ再生する様子が描かれ、1996年の劇場版と2005年のマネキンウォーズの間の空白を橋渡しする形になる。筆頭脚本家、 スティーブン・モファットは、ダーレクや、サイバーマンや氷の戦士といった古いモンスターが、登場した第7シリーズのフィナーレで新たな怪物を、登場させたいと考えた。過去と未来を見渡すエピソードにふさわしい、ほとんど顔がなく、スタイリッシュで囁くような恐ろしい怪物の構想を、練っている間、彼は、ウィスパーメンを思いついた。2013年5月12日。 ドクターの名前の放送1週間前にアメリカ合衆国のドクター・フーハー210名が第7シリーズ後半のブルーレイボックスセットを入手するという制作エラーが起きた。彼らにプロットを公開しないよう要求し、BBC はキャストへのインタビューのコピーを受け取り者に送った。後にもファットはプロットを公開しなかった210人のファンを称賛した。 ドクターの名前の BBC1 での当夜の視聴者数は546万人で、タイムシフト視聴者を合算すると745万人に上り、その週の BBC1 の番組で3番目に多くの視聴者を獲得した。アプリシエーションインデックスは88を記録した。日本では放送されていないが、2013年11月23日から、ドクター風の 第5シリーズから第7シリーズにかけての独占配信が、Hulu で順次開始され、ドクターの名前は2014年に配信が開始された。本作から続く、ドクターの人、ドクターの時の Hulu での配信開始は2015年7月27日を待つこととなる。本作は肯定的なレビューを受けた。ガーディアン紙のダン・マーティンは、本作が第7シリーズで、 最高のエピソードであると評価し、おそらくこれまでで最高のシーズンフィナーレだとも述べた。イグンのマークスノーは本作に10点満点中9.1点をつけ、ドクター・トリバーの最後の会話やクララの正体の暴露を称賛した。しかし、彼はグレート・インテリジェンスが脅威でなく不十分だったと指摘し、ウィスパー・メンは印象強くはあったが優れた悪役ではなかったと述べた。 デイリー・テレグラフのマイケル・ホーガンは、本作が全2話よりも良いと述べ、重大で感動的かつスリリングだと綴った。彼は、劇中の説明や CG、派の出現などを批判したが、息を殺した素晴らしいフィナーレだと述べた。エピソード中で、ドクターの本名が実際に明かされることを予想した、先行報道もあった。また、ドクターの名前は、ドクターの日や、 アムアドベンチャーインスペースタイム及びザガイブドクターズリブートと共に2014年9号賞映像部門短編部門にノミネートされた。受賞はゲームオブスローンズのエピソードキャスタミアの雨に譲ることとなった。DVD とブルーレイは他の第7シリーズのエピソードと同梱されて2013年10月28日に発売され、 2014年7月23日には50周年記念コレクションの一部としても収録されていることが告知された。スペシャル DVD ブルーレイボックスセットは2014年9月8日に発売された。日本ではドクター風乳ジェネレーション DVD ボックス3に同梱されて2015年2月6日に DVD が発売された。ありがとうございます。